7月30日、爆弾を抱いて北部仏印と支那との国境に自爆散下し、合区の神となった松村大尉、上原総長の英霊を弔うべく、領有鈴木中尉と谷中尉は心づくしの花束を積んで領有市自爆の地に向かいました。ここに在し日の戦友の武勲を忍び、その冥福を祈るとともに、旧敵撃滅聖戦完遂の誓いをいよいよ固くしました。